維新予備選メンバー確定、公明党と戦うのは誰だということでですね、まあ、次の衆院選で、まあ、大阪府内の4つの選挙区、公明党の選挙区でですね、まあ、今回維新が戦うっていうことになりましてですね、じゃあその公明党と戦う維新の候補者は誰になるのかっていうのがですね、まあ、かなり注目を浴びておりますと、はい、で維新はこう予備選をやるってことになったんですけども、そのメンバーが確定しましたということで、そちらを紹介していきたいなというふうに思います。はいえっと、まずですね 予備選報道のまとめということで18日に予備選の立候補の受付がございましたで一応7人応募あったってことなんですけどももともと説明会に10人参加してたので3名アウトして最終的に出られたのは7人という形ですねはいで4つの選挙区がございましてサックに関してはもう1人の応募しかありませんでした なので、安あ徹参議院議員がもうこれ確定です。無投票でも内定という形になりますので、で、実際19日にもう支部長に認定されておりますので、次期衆院選の大阪3区っていうのは公明党の佐藤茂樹さん VS 維新の安ず徹さんっていうような戦いになります。<laughs> はい。え、ついて大阪5区。まあ、大阪5区が、まあ、今回、 維新予備選の死、まあのグループといっても、まあ、過言ではないのかなと。だからもう本当にフランス対アルゼンチンみたいな戦いということで、でもう実際、梅村さんも藤田明さんも、まあ、本当にもう優秀な議員だっていうのは結構方々からも聞いたりしますので、まあね。 ツイッターとかでも、まあ、どっちかが落ちるのもったいないみたいなね、コメント等も結構参見されているんですけども、ここはかなり見どころのある選挙区になるんじゃないかなっていうふうに、えー、思います、えー。参議院全国ゲレクの梅村悟志さん VS、大阪市議会議員の藤田明さんですね。はい。 で6区も二陣営で、ここも、ね、大阪府議会議員同士の対決ということでえ、西田大阪府議ベース、徳村大阪府議ですと。はい、で、16区も、えー、と二陣営での戦いになります。はい。平、え、原、ー、大阪府議ベース、黒田、えー、堺市議ということで、えー、となんで、えーと、大阪3区以外は、もう全部一騎打ちの戦いになるということで、めちゃくちゃバチバチした戦いになります。はい、で先ほど5区ね、市のグループって言いましたけども、で16区とかに関してはも、正直、どっちが勝つか分からないんですよ。 本当に、だからこうなんだろう。で、僕が先ほど言った、だから、えー、フランスはアルゼンチンだとしたら、16は、 なんかスイス対スウェーデンみたいなね、<laughs> 本当にどっち勝つか分からないけど、まあ、そこそこ強い相手がこう戦ってるみたいな形なのかなっていうふうに思うので、この予備戦自体になんかドイツ対サウジアラビアみたいな試合がないのでね、結構すごい、本当結果が出るまでもう本当にどっちが勝つのか分からないっていう感じなのかなっていうふうに思うので、結構ですね、誰勝つんだろうなっていうふうに思ってて見てます。はい、で予備戦ののの日日日日程が、えー、と3区はもうないので月月 票5区と6区が8月22日、国事日、8月31日、投開票ということでえ、2つの日程に分かれています。はい、で、えっと、投票できるのは特別党員の方、えー、例えば、えー、市議会議員でしたりですとか、不、まあ、議会議員、あと首長でしたり、まあそのえー、例えば大阪5区の予備選だったら、大阪5区の選挙区内にいる、えー、その党員のメンバーですね、でえっと、5月31日、事前登録の一般党員の方ということで、でこの だから大阪市議会議員も一般市民の方も一票の重みは一緒ですよっていうようなえ形でやるみたいです。はい。パレスちょっと残念なことにですね。 あの不特定多数に向けた街頭演説とか、そういったことは気にすると、一応、公職選挙法に引っかかんないようにするためになるべくクローズドな場でやっていくというような、えー、形ですので、なので、維新の党員に入っていない方に関しては、あんまり楽しめないんじゃないかなというふうに僕もあのどこの政党の党員にも入っていない立場で、えー、YouTube とかもね今やっていたりもしますので、はい、ちょっとですね、まあ、ちょっと立場上、いろいろ党員とかに入れないというのはあったりするんですけども。はい っていうので、まあだから僕もあんまりちょっと情報入ってこないのかなというふうに思うので、ちょっと残念です。<laughs> もっと全力、アメリカのね、予備戦みたいに全力で楽しみたいなってとこあるんですけども、結構クロードな感じでやっていくっていうので、はい、感じらしいですね。はい。ではちょっとですね、えっ、ー、と、今回、 推薦人っいう制度がございまして、誰でもね、この大阪3区出で区出たいですよとか、ご区で出たいですよとか、できる形ではなくて、えー、こう選挙区内の特別党員の方の、えー、2割の方が、えー、推薦人にならないと出ることができませんっていうところがあるので、本当に地元の市議、府議、えー、首長の信頼がないと、えー、この 選挙区に出ることができないというルールだったんです、すかなりハードルは高かったですと。で、大阪3区に関しては東徹さんの推薦人というのは、もう以下発表されてましたというところなんですけども、東徹さんも確定してるんで、ちょっと飛ばしまして、えっと、大阪の5区ですね、こちらも推薦人のメンバーも発表されてますと。で、大阪5区のエリアっていうのは、この花区、西淀川区、淀川区、東淀川区っていうところで,で、梅村聡さん、全国比例区の参議院で、藤田明さん、大阪市議会議員なんですけども、 これちなみに、藤田明さんは、えっと、港区選出の、えー、市議会議員になりますので、まあ言ったら、まあ完全に選挙区の倉替えといいますか、はい。まあそんな形になります。で、一方、梅村聡さんに関しては、全国比例区の、あのー、参議院にはなるんですけども、えっと、もともとヨ内科クリニックの理事長とか言ってたりとか、まあ、こう淀川でこう生まれたりとか、あ生まれじゃなくて、えっと、育ったりとかも、えー、しておりますので、 なので、梅村聡さんの方がことちかといいますか、あの、そういった地の利みたいなところは生かしやすいのかなっていうふうに、えっ、ー、と、思いますね。で、これ推薦人のメンバーも特徴出てるのかなというふうに思ってまして、梅村聡さんに関しては、えー、不義と市議のセットになっております一方、藤田明さんに関しては市議会で、えー、それこそ大阪市議団の政調会長とかもやっているので、推薦人のメンバーが全員市議会議員っていうような、えー、形になっています。はい。で、梅村聡さんが淀川内科クリニック。まあ、こう ね、あの医者系をやっているっていうところなんですけども,でも藤田明さん、僕知らなかったんですけども、高島出身だったんですね、はい全然知らなかったです。はい、ね、だから だ維新ってあれじゃないですか、なんかすごい、あの、問答無用でみんななんか緑のジャンバーとか来たりするんで、このなんか高山感を感じられる場面ってなかなか見れないから多分感じなかったのかなというふうに思ったりするんですけども、えー、そういったところで働いてた方っていうところですね。はい。で、梅村聡さんに関しては、もともと民主党で大阪選挙区で参議院をやられていた方になっておりましてで、その後ちょっと落選したりとか、2017年維新でね、兵庫一区から出て落選したりとか、右よ曲折あって、2019年の参議院選挙全国比例区で、 で一方藤田明さんに関しては、えー、と大阪市長選の、ね、予備選に出てたんですけども、えー、横山さんに、えー、負けてっていうところで最終的にあの市長選の,、ね、あの2人の最後の最終選考までも行けなくてみたいな、えー、形で。 え漏れてしまいましたっていうところだったんですけども、まあ、なので、まあ、この例えば梅村智さ,さんの、まあ、民主党の経験だったりとか、藤崎晃さんの大阪市長選で伝わるのに、えー、今後と国会なのかみたいな感じのところは、なんかお互いそんなに変わんないのかなというふうに思ったりするので、まあ、そこはあんま関係ないのかなというふうに思いますね。はい、いや、でも、両方多分、維新、支持者から人気のある方だと思いますので、いや、どっちになるのか。で、やっぱ注目なのが、 まあ横山師匠がですね、淀川区選出だったんですね、もともと。はい、なので,で、横山さんと藤田明さん、近いと思いますので、横山さんが動くのかどうかっていうのが、ちょっと注目なのかなっていう風に思います。はい で、エリア的な人この中から6.5万人、西ヨド九9.5万人、江戸学18.5万人、東ヨド学17.5万人ってとこで、まあ、普通に考えると、まあ、人口が多ければ多いほど、党院数も多いのかなっていうふうに思ったりするので、まあ、いかにこの人口が多いエリアで党院数を抱えているのか、えー、そこは注目なのかなというふうに思うんですけども、まあ、藤田明さんに関しては、もともと近しい、あの例えば党院の方っていうのは、やはり、こう、 地元の港区とかが中心だとは思いますので、まあ、そこはかなり不利なのかなと、一方、上柳曽さんは結構、淀川区でどれだけ党員抱えてるのかとか、まあ、そこはねちょっと注目なのかなというふうに思います。はい、佐竹市議に関してはですね、あのー、なんでなのかなというふうに思ったんですけども、もともと兵庫県の伊丹市議やってたんですね。で、今回大阪に移られて、淀川区で市議選出て当選されてということなんですけども、 もしかしたらこう、梅村聡さ,さんも兵庫から結局大阪、えー、また全国比例区に出てみたいなとこがあったんで、ちょっとシンパシーを感じるっていうのがあの0.002%ぐらいあるのかなっていう、<laughs> 完全な憶測ですけどね。はい。この一回兵庫行ったっていう経歴が佐竹さんと相性あったのかなっていう、その完全な憶測です。はい。<laughs> っていうとこですね。はい。あと、ちょっと注目なのが、 あの藤崎さんって元々、も、えー、ともと大阪市議選で港区で前回当選したんですけど、ここ定数2なんですよ。で、大阪市議選の港区っていうのは、定数2のところに維新が2人立てるっていう、あの、規定列なね、あの、擁立をやっていたんですけども、で、藤崎さん、ちょっと強すぎて、もう一人、平原さんっていう維新の方は落選したんですよ。 はい。で、その、平原さんっていう方は、まあ、落選した後、今回、えー、梅村聡さんの今、秘書をやっているってとこなので、ここのちょっと因縁の対決みたいなとこも一つ見どころなのかなと。はい。ただね、これ、平原さん的にはどう思ってるのかなと思うんですけども、例えば、藤田明さんが、港区からいなくなって、えー、国会議員になった方が、えー、次、よりちょっと、あの、大阪市議選の港区で受かりやすくなるっていう考え方もあるのかなというふうにも思いますし、一方、やっぱ梅村聡さんに、ね、は、やっぱ、あの、 一緒にもなってるってところで、まあ、全力で応援したいという気持ちだと。これ、どっちを持ってるのかなっていうのは、ちょっと気になったりとかしてます。はい。まあ、そんな感じで大阪5区っていうのは、ま、かなり盛り上がる戦局になるのかなっていうふうに思いますね。はい。え、ついて大阪6区ですね。はい。ここは旭区、鶴見区、そして森口市、え、角間市っていうところなんですけども、え、大阪府議会議員同士の対決っていうところで、えー、と、西田香る大阪府議会議員に関しては、森口市選出の方になっておりまして、府議会議員5期、そして市議1期えやっている方になっております。 で、徳村悟大阪府議員に関してはえ鶴見区選出の方になっておりまして府議会議員4期市議1期やられてる方になってるんですけどもここは、えっと、森口市長と鹿野町が長が え、それぞれ分かれて戦ってるっていう形なので、この推薦人だけのメンバーを見ると、森口 VS 角間になりそうだなっていう雰囲気はあったりします。ただ、で、しかも徳村さんに関しては鶴見区選出の方になりますので、一応鶴見と、そして角間市長と、えー、角間市選出の大阪府議を抑えているっていうので、地元の議員さんの数だけでいくと、もしかしたらこう徳村さんの方がこう有利に働いているのかなっていうふうに、ちょっと見てて思うんですけどね。ただ、えっと、 門真市議、この西田さんの方に推薦に入っている今田さんという方と、えー、徳村さんの方に入っている門真市議のゴミさんに関しては、両方と7期やってるベテランになりますので、まあ、ここが、門真が実際一体感あって、この徳村さんの方につくのかどうかっていうのは、えー、注目なのかなっていうふうに思います。これどうなんですかね僕ちょっと千葉県民なので、この大阪の事情っていうのはわかんないんですけども、大体、この政令市と、 一般市が一緒になってる選挙区って、一般市の方って政令市の方に対してちょっと嫉妬してたりするんですよ。これ横浜とかね、えー、神奈川とか結構あったりするんですけども、で、これ実際衆院の小選挙区とかも結構影響したりするポイントであったりするんですけど、この大阪の、例えば森口と角間の方は、この旭区、爪水区に嫉妬してるのかどうかっていうのはちょっと気になる、気になりますね。はい。 あと森口と門間市なんか因縁があるのか、もしちょっと地元事情わかる方あったら、なんかコメント欄とかにいろいろいただければと思います。はい。ただですね、ちょっと、あの、重要なポイントだなっていうふうに思っているのが、あの、徳村悟さんがですね、 あの、過去にちょっと40万円の賠償命令を下ったことがございまして、まあ知人男性に暴行暴言っていうのが入ったことがあって、で、実際に、えー、でも40万円の賠償命令だけじゃなくて、医師の6ヶ月の党院資格停止なども下ってるんですよ。で、これがですね、やっぱり今回の大阪ロックでこの六村悟さ,さんが出るっていう風になりましたってところでも、ツイッターとかでも、やっぱり過去のこの、 やっぱ暴言とか、これ録音とか残ってるんで、まあ、出ちゃってるんですよね。ツイッターとかにも騒がれてまして。で、僕も聞いたんですけども、結構ビクってなるやつで、これも多分徳村悟さんが選ばれたら、結構維新やばいんじゃないかなっていうふうにちょっと思っちゃいます。はい。まあ、確実にこの件っていうのは、もし例えば次の大阪6区の維新の候補として徳村さんが選ばれたとしたら、まあ、確実にぶり返されるだろうなっていう感じの、 内容ののやつなのではいてか逆にこの徳村さんの件で一応6ヶ月の登院資格停止なんですけどこれあの梅村瑞穂さんと一緒なんですよね。<laughs> <laughs> 梅村瑞穂さんのこの徳村悟さんぐらいのことやってたんだっていうふうにちょっと思っちゃったんですけどね。<laughs> なので多分、一審的な目線でいくと、おそらくこのロックに関しては、西田さんでいった方が、えー、衆院選は勝ちやすくなるのかなっていうふうに思いますし、公明党的には、頼む徳村来てくれっていうふうに思ってるんじゃないかなと思います。はい。いや、マジでこれ多分、ぶり返される。あのー、もうすぐ週刊誌喜んで、えー、や突き上げると思いますし、逆に徳村さんは、なんで出たんだろうなっていう。 多分絶対ぶり返されるっていうのは分かってると思うので、その状態でも出るっていうのは、んかどういう考え方でいったのかなっていうふうには思いますけどね、確かに過去だからそういう賠償命令とか出たんで、生産されましたっていう考え方なのかもしれないですけども、はい。 まあそれこそね、だから、あのー、岡山のね、衆議院、えー、もう12期やっている愛沢一郎さんがね、なかなか大事になれないのは、もう大事になった瞬間、もいろいろもう、あの、つつかれるやつがいっぱいあるからだっていう形なので、本当になんから、徳田さん、えー、だから今の状態で行った方が、過去のスキャンダルっていうのをぶり返されないんじゃないかなというふうに思うんですけども、ちょっとそこはかなり気になるポイントなのかなというふうに思います。はい。なので、多分、 一般党、党員じゃない、ガチで一般人でこの2人で戦いになったら、多分この件があるんで、西田さんが勝つんじゃないかって思うんですけども、党員投票はマジで関係ないので、ここはやっぱりどれだけ市議だったり、党員を抑えてるかによって、あのそれこそ今回、福岡、えー、9区で、えー、自民党の支部長は大井聡さんになったっところなんですけども、えー、世論調査では、えー、相手の、ね、三原麻人さんのほうが上回ってるってところだったんですけども、えー 党員で投票取った結果、大江里里さんになりましたという件があったと同様に、もう大阪ロックもどっちになるのかわからないのかなというふうに思いますね。はい。 そしてですね、えっ、ー、と、大阪16区、えー、こちら、堺市、堺区、東区、北区っていうところになるんですけども、えー、こちら、イラハラ、えー、大阪府議、VS、黒田正樹、堺市議員になっております。で、イラハラ府議員に関しては、北区で3期、えー、やられている方になっておりまして、黒田正樹さ,さんに関しては、え、東区で4期やられている方になっておりますという形ですね。で、これ、選挙の定席でいくと、えっ、ー、と、堺区が15万人、北区16万人、東区8万5千人っていうところで、 まあ一応北区の方が人口がね、まあ一番この大阪16区の中では重要なところになるので、まあ平原さんで行った方が、まあこの北区を抑えられるって考えると、まあプラスなのかなっていうふうに思ったりもするんですけども、ここで注目なのが、なんとですね、あの、堺市長の長藤市長がですね、黒田さんの方についてるんですよ。いや、これどうなるんだろうなっていう。 だ元々のところで言ったら東区の黒田さんの方が人口が少ない分不利なのかなっていうふうに思ってたんですけどもいやこの中藤師匠がついたことによってこれがどうなんだろうなっていうふうに思いますはいなので堺区選出だ北区と東区で多分平原ララさん 黒田さんに分かれていて、で、堺区のメンバーでかなり分裂してるっていう形なのかなと。しかも、南市長に関しては、この前の堺市長選でいろんな方に応援してもらっている中で、まあ、かなりこう踏み込んだ形になりますと。これ、角間と森口市長とはもう全然状況が違うのでね、はい。いや、ここはかなりちょっと思い切ったことをしてるなというふうに思うんですけどもね、はい。で、えっ、ー、と、稲原さんに関しては不動産業とかやっている方になっていて、で、黒田さんに関しては塗装業とかやっている方になっています。稲原さん、あの、センチュリー系ですね、はい。 って形になるんですけどもはいって黒田さんも東区の中ではずっとトップ当選されている方っていうのでで一応、なんか中西さん応援入っているのは一応、堺市長選の、まあ、政体本部長とかやってるっていうそういったポイントもあるのかなというのと寒河井市議団の団長とかもやっているっていうねとこもあるっていうところで、まあ、ここも大阪16区はちょっと全く読めないなっていうはい、ふうに思うのでちょっとここはどうなっていくのかっていうのはかなりえ注目でございます。はい 本当ね、党員投票っていうのは一般の世論調査とも全然違うので、まあ、どれだけ、まあ各市議がどれだけ党員抱えているのかっていうのもうかなり影響を受けてきますし、うん、どうなっていくのかっていうのは本当に注目でございますってところで、えー、今後もね、こちらの 大阪市議のね、医師の予備選については取り上げていきたいなというふうに思います。で、本当にちょっと僕も地元事情が全然分かってないので、もしなんかこういった情報あるよとかありましたら、どんどんコメント欄に教えていただければというふうに思います。えぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。